明治大正がどんな街だったのかなっていうことをご紹介申し上げながら始めたいと思います。小樽の大波堤になっております。北大波堤は明治41年に始まりまして、約6年ぐらいかけてこれが完成するんです。こちらは平成になってから公園になっております。この運河公園をちょっとですね、一回りぐるっと石造り、木で骨組みをしてベタベタベタと貼り付けていく建物、これは本石造り。じゃあ、こんな大きな骨でいかん。